どうも、ハイチです。今回は英語の長文、実際に公立高校で出された問題を使って、長文のポイントを一つね、伝えられたらと思いますので、よかったらお付き合いください。で、ぜひ見ていただきたい、方はですね、こう英語の長文で、ある程度読める。長文がね、読めるんだけど、時間がかかりすぎちゃったりとか、その本文を、意味を捉えるときに、ちょっと苦戦する。ある程度読めるんだけど、なんか、みたいな感じの子は、少し、参考になればいいなと思って話していきます。ではね、実際解いていき、解きたいじゃねえや、読みながらやっていきましょう。でね、まず、この7番使っていくんですけど、で、全部訳すと、下もいっぱいあるんでね、最初の2、3行だけやっていきます。で、まず、みんなやってると思いますけど、この部分ですね、次の英文はっていう、よくね、その題文のところにこういう話ですよって書いてあるから、ここ読んでくださいね。たまにここ飛ばす子いるんだけど、ユキがロボットについて調べたことを英語の授業で発表したスピーチですと言ってるから、ユキの話でロボットの話なんだっていう、ちょっとしたヒントをもらえるからね。まずここを確認します。で、行きましょう。で、まず最初に、Today I will talk about robots って書いてある。でね、この文は短いから別に普通に訳しても構わないんですけど、まず、英語をその長文訳すときに、もうね、個人的に今回伝えたいテーマじゃねえや、ポイントこれなんですけど、完璧に訳そうとしないっていう。そう、完璧を求めないっていうところを、ぜひ思っておいてください。これは、英語科に行く子とか、英語がすごい得意な子とかは、もう完璧にスムーズに訳せるんで、全然そんな完璧に訳せないとか思わなくていいんですけど、ちょっとね、さっき言ったレベルというふうに思ってる子、英語の長文に対しては、変に完璧に訳そうとすると、余計に時間が取られる上に、意味が取りにくくなるっていう、そう、完璧にやろうとしてるのにね、っていう悪循環に陥る子が結構出てきます。で、どういうことかっていうと、これは、today、今日ですよね。今日、I will、私は、will が未来形のサインで、talk about robots。talk about が、ほにゃららについて話すですね。で、ロボットはロボットなんで、今日、私はロボットについて話す。で、will があるから、話そうと思いますとか、話すつもりですみたいな感じだよね。ちゃんと訳すんだったら。でも、いいの。大事なことは、これをきっちり訳しなさいではなくって、これどんなことが書いてあんのかなって、ふうに考えてほしい。だから、今日私はロボットについて話します、みたいな。で、ユキが言ってるんだなって、いうことを捉えられればそれでいいの。きっちり訳すんじゃなくてね。もちろん、問題でさ、ここにね、線が引いてあって、これの訳を書きなさいって言われたらきっちり訳そうとしよう。そこはね、答えなきゃいけないから。でもそうじゃないんだったら、あ、こんなこと書いてあるよね、でいいんです。いいかな。じゃ実際にね、俺がこんなこと書いてあるよね、って感じで雰囲気でいきますけど、すごい軽いけどごめんね。で、now, 今、people, 人々、use, 使う、ロボット。だから、人々はロボットを使う、だなと。俺、前から順番に訳すタイプなんで。で、in their lives。これ多分、life の過程、複数形ですね。生活ですね。だから彼らの生活の中でだね。だから、人々が、生活の中で使うと。もう彼らのとか訳さなくていい、別に。で、every day だから毎日。つまり、今現在ってことだよね。毎日、人々は生活の中でロボット使ってるよねってこと言ってんだな、みたいな感じ。で、次が、I am interested in robots って書いてあるから、これは、be 動詞ね。be interested in。これ、熟語です。そう、be interested in で、ほにゃららに興味があるですね。だから、私はロボットに興味がある。これは知っておくといい。be interested in っていう熟語。大事だからね。で、その後に、カンマが来て、そうが来てる。こういう接続詞っていうやつね。そうってだから。で、バットがしかしとか、アンドはそしてとか。これ大事ね。この接続詞を、例えばこれだからなんだけど、しかしって訳したら、文章自体が逆に言っちゃうんだよね。逆説になっちゃうから。だからこういう接続詞もしっかりね、押さえておきましょう。で、だから、I studied ってことは私は勉強したなんだね。過去形だから。about、ほにゃららについて、ゼム、それら。つまり、私はそれらについて勉強したんだなと、ユキがね。で、それらって何かなって考えたら、今ロボットの話してるからさ、ロボットのことだろうと。ただロボットについて勉強したんだろうな。で、スローですね。で、これは知ってればホニャララを通してなんですよ。ホニャララを通して。でも知らなくてもいい。別に全部知ってる人はないから。いい？で、その後、books、本、and the internet。つまりインターネット。本とインターネットを通して、ロボットについて勉強したって言いたいんですけど、もしこれが分かんなかったら無理に訳さず切っちゃってください。粘らずに。
それでも私はロボットについて勉強したと。で、本とインターネットって来てるから、あ、本とインターネットで勉強したんだなって、なんとなくわかるでしょ。拾っただけでも。それでいいの。完璧を求めない。で、ラストマンスだから先月ですよね。先月。で、最後、to make this speech。これ、to プラス動詞の原型が来てるんで、不定詞なんですよ。不定詞。まあ、使い方何個かありますけど、これは、ほにゃららのために。つまり、作るために。メイクだからね。で、何作るためかなって。this speech。このスピーチを作るためにっていうことになる。この4つの単語の意味がね。だから、つなげていくと、私は、そのね、ロボットに興味があると。だから、私は、このスピーチをね、作るために、先月、本とインターネットでロボットについて勉強しましたよ、みたいなことが書いてあります。最初の3行はね。っていう感じで訳していく。ちょっとあともう一文だけ活かして。で、次、I would like to tell you って書いてある。で、about my future dream。で、これ、would like to がね、これ熟語なんですよ。まあ、ほにゃららしたいなんて使い方をしますけど、で、まあ、ちょっとマニアックで知らないかもしんない。ただ、その、単語とかさ、熟語をね、ぜひ勉強してってよく言うんですけど、would like to が熟語ってことに気づくだけでも実は価値がある。長文やる上で。なぜかっていうと、もしね、これ、あ、熟語あったなーって、でも役なんだっけって分かんなかったら、まとめて切ってください。ウッドだけを切るとかじゃなくて、まとめて熟語だから。そうすると、私、愛だよね。で、tell you、あなたに言うんです。about、ほにゃららについて。で、my future dream、私の将来の夢だよね。だから、私の将来の夢について、あなたに言うと。だから、私は、だから私、ゆきね。ユキがあなたもみんななのかな、あなたに私の将来の夢について話すよみたいなことが言ってんだなと、これが分かんなくてもね、拾うことができます。でも would like to を熟語って気づかないと、あれ like あるじゃん、好きだ好き、私は好きなんか好きなんだねみたいな風に言っちゃう可能性が出てくるので、だから熟語って大事。やっぱりもちろん意味を知ってるのが一番いいんだけどねっていう感じで、まあ今回ね動画の説明なんで一応自分の中ではかなり丁寧に訳してます。これでも。でも、さっき実際読んだ時にさ、知らない単語はいっぱい出てきます。うん。やっぱ英語の得意不得意のレベルにもよるけど。だから、知ってる単語だけで自分の中で文章を組み立てていくの。で、その時に完璧に訳そうとしなくていいから、こういうことが書いてあるんだよなっていう、ちょっと気楽な気持ちで読むの。普通に問題を解くために読むんだけど、そうじゃなくて、文章を読んでるんだって。ああ、こういうこと書いてんだなって。だってみんな小説とか本読むときに一字一句きっちり読まないでしょ。漫画とかでもそうだけど。まあ、漫画は絵があるからちょっと話変わっちゃうけどさ。そう。だからこんなこと書いてあるよなって雰囲気をなぞるだけでも大丈夫なんで、それで、スルスル読んでいく。で、この、気楽に、完璧に読まないっていうのは、ずっと完璧に読もうとした子はかなり練習が必要になります。力を抜くって難しいんでね。でも、それをすることによって、自分の言葉で文章を作るから、頭に入ってきやすい、文章が入ってきやすいし、あとは時間がかからない、うん、早くなるから。だから問題に当てれる時間も増えるので、ぜひね、まあ、長文でちょっと悩んでる方なんかは少しヒントにしてもらえたらと思います。で、最後にですね、こう本番の時はね、そういう風にやってほしいんですけど、で、普段の練習もそうやりながら、普段の練習の時はこう読むじゃないですか。読んでて、じゃあ例えばさっきのスローにしようか。あれ、スローってなんだっけって思ったら、絶対そのなんだっけって思った瞬間に印つける。後でつけようじゃなくて、解きながらつけてください。つけるぐらいすぐ終わるから。え、これわかんない。なんだっけなとか。これ、リブなんだみたいな。で、そういうのつけておいて、解き終わって丸付けして解説読み終わった後に全部調べましょう。その三角マーク、何のマークでもいいけど、印はね。わかんなかった単語に関しては、長文をやりながら、どん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 単語力を上げていくの。実際に問題集とか過去問で使われている単語だから、そのね、受験とかで出されやすい単語になっている可能性が高い。つまり、それを知っておくことで確実に自分はレベルアップすることができますので、勉強するときは、ぜひね、この意識もしながらやってみてください。はい、という感じで、他にもね、解くときは問題から読むんだよとかいろいろね、アドバイスあるんですが、ひとまずは今回ね、このアドバイスをさせていただきました。はい、ということで今回もここまでご視聴いただき、ありがとうございました。